はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、札幌の100人の奇跡、至福のブラウンエール、ビール愛好家の声から生まれた奇跡のビール、香り高く芳醇な味わい。これは生ビールですね。限定醸造。これもイオンで買った気がする。違う、コンビニだな、これ。ビール愛好家約1万2000人と札幌ビールが SNS で共同開発した、奇跡のビールの復活販売です。絶妙に配合した2種類のホップによるほのかな柑橘香、良質な麦芽 100% と上面発酵製法による奥深く芳醇な味わいをお楽しみください。色が濃い。うん。お！これは柑橘の違う。柑橘系の味がする。乾杯。おお。これはまたあれだな。さっぱりして。あ、すげえ。オレンジっていうか。うん。そういった感じの香りがする。うん。味がすごい。てか、香りかな。まあ、ただ、コクはない。コクはない。どっちかっていうと、この香りもあって。100人の奇跡。どっちかっていうと、どっちかっていうとさっぱりしつつも、ちょっと苦味とかほろ苦さを追求してるかな。アルコール度数これ何度だ？7%？ これ 7% もあんの？あ、全然でもアルコールの感じそんなにしないな。札幌ビールはお客様と Facebook 上で共同開発した札幌100人の奇跡を8月5日から全国の主要なコンビニエンスストアで数量限定で販売します。うん、だそうです。7.0 はやばいな。7% のビールはなかなかないです。でも、さっき飲んだ、朝日の、なんだっけ、なんちゃらかんちゃらに比べると、全然、アルコール感は弱い。うん。ですね。なるほどね。まあ、いいんじゃない？結構この、柑橘系のこの香りが、いい味出してる。この柑橘系じゃない、タイプの、柑橘系
を除けば普通のビールなんですけど。まあ普通のっていうかね、普通のこの苦めのビールっていうか。なかなか、いいんじゃないでしょうか。まあ値段220円ぐらいだったかな。ああ、そうそう、関係ないけどね。最近コミケがありましたね。まあ、俺、行ったことないんですけど。コミケに、今年初めて、もうコミケ終わったんですけど、今年初めて誰だっけ、ラスボスの、あの人誰だっけ。あ、やべ、今日、25時59分からエヴァンゲリオン括弧です。デストゥルー2が放送するんだった。忘れてた。やば、見ないと。ああ。小林幸子だっけ。小林幸子さんが、あれしたんですけど。ね。コミケね。参加したんですよ。で、この人がですね、なんと、まあ、コミケで、販売したのが、ミニアルバムの、サチサチにしてあげる。で、8月17日に、こちらなんと1000円で、5曲入ってて、5曲ですよ。5曲入ってて、1000円のミニアルバムを発売したんですよ。俺コミケ行ってたら確実にこれ買ってました。なぜかっていうと、まあ、いわゆるニコニコとかで有名な、千本桜も入ってるし、まあ、でも1000円で5曲って結構、ね、1000円って言ったら、ただのシングルですよ。普通だったら、普通で買ったら。せいぜい3曲ぐらいしか入ってない。しかも、ね、残り1曲ぐらいはだいたいインストールメンタルのパターンでしょ？ね？これ1000円って超安いだろうと思って。ね、僕は、確実にこれはやばいなと思ったんですけど、ね。1枚1000円ですよ。しかも、あ、1000枚か。ああ、1000枚限定らしいです。手渡しでしてくれるらしいですね。開始40分で完売したらしいです。かあ！あ、これはやばい。確実に、確かにやばい。1000枚限定は確実にやばい。ね。で、結構小林幸子さんの声って結構、まあ、当然ね、すごい、綺麗な声してるんですけど。
小林幸子さんの、あれ、ポケモンのさ、昔歌ってたさ、エンディングテーマみたいなあったじゃん。あれよかったよな。今でも思い出すけど。で、こちら。まず間違いなくこれやばいなと思ったんですけど、本当にやばくて、こちらですね、なんと、1000円で、ね、5曲入ってる CD が、なんとヤフオクで現在、約5万円以上の、下手した10万ぐらいのね、価値になっている。すでにヤフオクで販売されてて、出品されてるらしくて、あれ、どっかだっけ？すでにですね、超大人気の、まあ、俺もだろうなと思ったけど、やっぱなと。当然だよ。だって1000円で、しかも小林幸子っていう超大歌手。ね。しかも1000本限定。しかも、ね。場所限定の。しかも5曲も入ってるって。最強レベルの。コスパの。やつですよ。で、現在、確か、ここに書いてありますけど。まだ22時間あるのに、入札が44件あり、52,000円です。52,000円。22時間残りの時間あるのに52,000円です。きえ。まあ、1000円で買ったやつ52,000円とかも、きちがよ。しかもまだ22時間あるということは、これの倍ぐらいは伸びると、俺予想するんですけど。これが10万はいくなと、思います。コミケ行ってたら普通に買ってるわ、こんな。まあ、同人誌は興味ないんですけど、こういうのだったら欲しいですよね。まあ、転売するか、しないかは、まあ別としても。まあでもあれだよ。あれ？スマブラってもう発売したのこれ。いや、まだだよな。3DS のやつまだ発売してねえ。3DS のスマブラね。買おうかなぁ。とは思うんですけど。まあ、多分大人気でしょうね。女性は寂しいと太りやすくなるということが科学的に証明される。結局ストレスで食べ過ぎちゃうみたいな感じなの。女性の方がこの食欲を暴走させる。レプチンが脂肪細胞から出やすい。つまり、寂しい女は太るという科学的根拠が記載されている。ええ。まあね。まあ、デブな女の人はあんまり、
好きじゃないです。まあ、俺自体かなり痩せてるんです。だから、むしろ食っても食っても太んないんですよね。太んないから、なんでそんなに太るのかなって逆に、こう、は?ってなるんですよ。あれ?スマブラってこれいつ発売なんだ?これ大体。スマブラちゃん。スマブラ。いつ発売ですか?あ、9月13日だ。まあ、あと20日ぐらいで、え ?20 日ぐらいで発売だな。まあ、買うとしても Wii U 版は、俺 Wii U 買わないから。いらないとして。3DS 版だな。買うとしても 3DS 版です。ただ 3DS だと、なんだかんだでちょっと操作性がな、スマッシュとかのあれをどう表現するのかがわからない。なかなか難しいと思う。ですよね。うん。でも結構いっぱいキャラクターいますしね。うん。個人的に使いたいキャラクターは、リトルマック。これですね。リトルマック、ちょっと使いたい。地上ではめちゃくちゃ強いっていう。ボクシングの。あれね。これもともとファミコンの、確か、なんだっけ。忘れたっけ。ね。うん。あと、村人とかね。ロックマンも使いたいし。ウィーフィットトレーナーもちょっと使いたいね。これね。あと、ロゼッタ&チコ。ピーチ姫のパクリみたいなやつ。と、スターね。これ良さそうですね。でも本当に強キャラになるんじゃないかな、このリトルマックはね。多分かなり強キャラに、もう、強キャラの匂いがプンプンするんだけど。あと月光牙も使いたいですね、月光牙ね。月光が。まあでもね、まあいろいろありますけどね、スマブラはね。まあこれは、でも、ダウンロード版があるから、まあ、そこまで、あれでしょ。ね、ダウンロード版も最近があるから、最近あるからさ、売れてなくなるってことはないよね。ダウンロードだからね。とりあえず、ね、売れまくって、もう買えなくなるみたいなのはないと思います。うん。それはなんかよくわかんないけど、怪盗ウォッチってあれ、なんかすげえ人気らしいけど、あれってダウンロード版とかで買えないんですかね。なんかめちゃくちゃ高騰してるっていう、ヤフオクで高騰してるって話で。1万3000円ぐらいでなんか値段高騰してるらしいんだけど。あれはどういう理由なんだろうかね。そもそも。よくわかんない。なんで高騰してる?
ダウンロード版って販売してない？してるよな。ダウンロード版販売してれば普通に金チャージして、ダウンロードのあれで買え、Wi-Fi で買えばいいだけの話でしょ。ダウンロード版が品薄になるってことはないはず。最低でも定価で買える。あ、そういうことか。多分あれだ。通常のパッケージ版にしかついてこない、なんかなんかメダルがだかなんだかって、なんだったかっていうのがあるからあれなのか。多分そうだな。なんかついてくるらしいんですよね。あ、それ目当てか。それ目当てだから高くなってんのか。なるほどね。まあ、ということで。うん。まあ、これも、普通に美味しいです。今更ね。はい、4354です。ご視聴ありがとうございました。